はい、ご紹介ありがとうございました。こんにちは。ありがとうございます。今日は、このセッションにご参加いただきありがとうございます。はじめまして、マネーフォワードで、サーバーサイドエンジニアとして働いているタスクと申します。今回は With コンテキストって、スレッド切り替え以外にも使えるって知ってた？というタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。僕自身がサーバーサイドエンジニアとして働いているってこともあり、ちょっと今回の発表はどちらかというとサーバーサイドの、コードを例として用いることが多いかもしれませんが、あらかじめご了承ください。この資料なんですけど、スピーカーデックの方にて、公開しておりますので、手元で資料を確認したい方はこちらの QR コードからご参照ください。あるいは、ツイッターの方でもリンク貼っておりますので、ゲットアップマックスでサーチしていただいても大丈夫です。では、発表を始めていきたいと思います。最初に、野暮な質問にはなるんですけど、コロナ禍で、普段から仕事ですとか趣味の、コーディングで、コトリン、コルチンを、使っている人ってどれくらいいますか？ちょっと手を挙げていただけると嬉しいです。ありがとうございます。おそらく、とても多くの方が、コルチンを使われているということで、すごくいいなと思っています。ちょっと、今回の発表は、With コンテキストに、フォーカスしているので、まずはじめに、コルチンが、どういう場面で使われているのかっていうのを、Android の、サンプルを元に、おさらいしていきたいと思います。まず、Android アプリの処理っていうのは、基本的に UI スレッド上で、行われます。そして、その UI スレッド上で、もし時間がかかる処理というものを、そのまま実行しますと何が起こるかというと、その処理の実行に UI スレッドが束縛されて UI が更新されなくなります。そして、最終的にフリーズします。フリーズするコード例が、こんな感じになっています。この、メイクログインリクエスト関数なんですけど、example.com すらログインに、ログインリクエストを投げて、で、レスポンスから、ログインが成功したかどうかを、返り値として返します。そして、この関数は、実行スレッド上で API コールを行います。つまり、リクエストを送ってからレスポンスが返ってくるまで、そのスレッドは、レスポンスを待ち続けます。でもし、この関数を UI スレッド上から実行した場合、レスポンスが返ってくるまでの間、UI の描画ができなくなります。で、そのためユーザーは画面を操作できなくなります。で、これを防ぐために時間がかかる処理をバックグラウンドで行う必要があります。で、今回は Web API 呼び出しに関する処理なので、IO スレッドでできると嬉しそうです。で、コトリンでは withcontext dispatchers.io で囲むことによって囲んだ処理っていうのを簡単に IO スレッド上で実行できるようになります。コード例こんな感じです。まず、関数宣言にサスペンド修飾値をつけます。このサスペンド関数は、関数呼び出し時にこの呼び出し元の関数の処理っていうのを中断しますと。で、中断中、呼び出し元のメソッドを実行していたスレッドは、他の処理から使えるようになりますと。で、次に、この、IO スレッドで処理を行いたい場所っていうのを、この With コンテキスト、Dispatchers IO で、ラップします。で、これによって、API 呼び出しの部分っていうのが IO スレッドで実行されるようになりました。で、これを使う側のコード例は、こんな感じになります。ログインビューモデルとなっております。で、ログイン全体の処理は、ビューモデルスコープが、コルーチン上で実行されます。で、ここで、メイクログインリクエストの実行は、先ほど紹介した通り IO スレッド上で行われます。で、メイクログインリクエストの処理中はこのビューモデルスコープでの処理は中断されて、UI スレッドが、自由になります。で、結果として、UI スレッドはユーザーの、UI 操作を、受け付けられるようになりますと。
ということで、ウィズコンテキスト、ディスパッチャーズ IO を導入することで、ログイン中にアプリが、フリーズしなくなりました。万歳ということで、よかったですね。で、これまで、時間がかかる API 呼び出しの例を、紹介してきたんですけど、API 呼び出し以外にも、時間がかかる処理っていうのはいくつかあります。で、これに対処するために、いくつかのディスパッチャーが、用意されており、状況に応じて、使い分ける必要があります。API 呼び出しなどの、ネットワーク処理は、ディスパッチャーズ IO を、利用することで IO スレッドで実行できます。で、大量のデータの操作、といった、計算量が多い、CPU バウンドな処理は、ディスパッチャーズデフォルトを、利用することで UI スレッドとは別の計算用のスレッドで実行できます。逆に、ライブデータを扱うといった、どうしても、UI スレッド上で行いたい処理に対しては、ディスパッチャーズメインを利用できます。で、ここまで、コルチンおよび、ウィズコンテキストをおさらいしてきたんですけど、聞いてると次のように、感じる方がいるかもしれません。じゃあ、このウィズコンテキストって、スレッドを切り替えるためだけに使うもんなんですかと。で、答えは、ノーです。というわけで、ようやくタイトルを回収するんですけど、ウィズコンテキストっていうのは、スレッド切り替えを行うメソッドではなく、コルーチンコンテキストというもの、と呼ばれるものを切り替えるためのメソッドとなっています。ということで、これからコルーチンコンテキストについて説明していきたいと思います。コルーチンコンテキストの KDOC はこんな感じになっています。冒頭で、パーシステントコンテキストフォーダコルーチンと書いてありますね。で、コルチンコンテキスト自体は、コルチンコンテキスト .key という型のオブジェクトキーで、コルチンコンテキスト .element 型のオブジェクトをバリューとした、辞書のようなデータ構造になっています。で、もう一度コルチンコンテキストの KDOC を眺めてみましょう。これ、ゲットやマイナスキー、プラスといった、辞書型でよく見るメソッドが用意されています。実際のコード例を使って説明したいと思います。今回、上側がストリング型のバリューを持つコルチンコンテキスト、コルチンコンテキスト A と下がイント型のバリューを持つコルチンコンテキスト B を用意しました。で、両方のクラスはエレメント型を継承していて、で、エレメント型ではキープロパティの継承が必須であるため、キーのオブジェクトをコンパニオンオブジェクトとして、それぞれのコルーチンコンテキストに持たせてあります。で、まず上の行から見ていきましょう。こちらの行で、それぞれのコンテキストをインスタンス化してあります。で、初期値としてそれぞれ、テストっていう文字列と、整数型の位置を渡してあります。で、失礼しました。で、その下なんですが、先ほど説明した通り、コルチンコンテキストは、コルチンコンテキスト .key をキーとして、エレメントをバリューとした辞書型です。なので、コルチン、コンテキスト A のゲットメソッドに、コルチンコンテキスト A のキーを渡すと、コンテキスト A のオブジェクトが返ってきます。で、バリューは、先ほど設定したテストになっています。で、逆に、コンテキスト B に、コンテキスト A のキーを渡しても、コンテキスト B はコンテキスト A を含んでいないので、ヌルが返ってきます。とまた、コルチンコンテキストは合成することができます。コンテキスト AB は、コンテキスト A とコンテキスト B を、プラスメソッドで、合成したコンテキストです。で、コンテキスト AB は両方のコンテキストを含むので、コンテキスト A のキーを渡すと、バリューという文字列が含まれ、得られますし、コンテキスト B のキーを渡すと、最初に設定した整数の位置が、返ってきます。で、コルチンコンテキストは、コンテキストの除外、マイナスキーもできますので、例えば、コンテキスト AB からコンテキスト A のキーを取り除いた、コンテキスト AB マイナス A というふうな、オブジェクトを用意した場合、そこに、コンテキスト A のキーを与えても、ヌルが返ってくるようになります。で、次に、ウィズコンテキストについて触れたいと思います。ウィズコンテキストは、サスペンド関数なんですけど、やっていることを簡単に説明すると、引数として与えられたコルチンコンテキストっていうのを、現在、ウィズコンテキストを実行しているコルチンコンテキストに加えてあげて、で、そのコンテキスト上で与えられたブロックを実行するという処理を行います。
でこちらも、コード例を紹介したいと思います。先ほどと同じく、ストリング型のバリューを持つコンテキスト A と、イント型のバリューを持つコンテキスト B を用意しました。で、こちらの、一番上の、with コンテキスト括弧 A によって、ここの、ブロック内では、コンテキスト A の情報を参照できるようになります。でまた、その内部にある、コンテキスト with コンテキスト括弧 B によって、コンテキスト A とコンテキスト B が合成され、このブロックの中では、コンテキスト A とコンテキスト B、両方を参照できるようになります。そして、with コンテキスト括弧 B を抜けた後は、コンテキスト B を参照できなくなるので、コンテキスト B のキーからゲットすると、null が返ってくるようになります。ではここまで、コルーチンコンテキストと with コンテキストについて触れました。ではここから、with コンテキストが実際に、スレッド切り替え以外に、どんなことに使えるかについて喋りたいと思います。まず結論なんですけど、コルーチンコンテキストに値を入れて、で、with コンテキストに渡すことによって、コンテキスト変数、つまりある特定のコンテキストにおける、待機変数的なものを、扱えるようになります。ちょっとここからは、サーバーサイド寄りの話に寄っていくんですけど、これはつまり、今までこうスレッドローカルとかで管理していたあれこれを、コルーチンでも使えそうというふうなことになっていますと。で、スレッドローカルというのは、Java の API で、スレッドに紐づいてオブジェクトを管理する機能のことです。で、ご存知の通りコルーチンは実行時にディスパッチャーによってスレッドを切り替えるので、スレッドローカルを使えないという問題点があったんですが、それへの対策としてコルーチンコンテキストが使えそうです。ということで、コルーチンコンテキストを用いて、コンテキスト変数を管理する例についていくつか紹介したいと思います。まずはじめにデータベースのトランザクション管理について紹介します。ご存知の方は多いかもしれませんが、スプリングフレームワークを含む多くの Java の Web フレームワークでは、スレッドローカルでトランザクションを管理していることが多いです。トランザクションに限らず、なぜサーバーサイドでスレッドローカルを多用しているのが多いのかというと、多くの、JVM 製の Web サーバーっていうのは、一つのユーザーリクエストを一つのスレッドで扱うため、スレッド上で、ユーザーの、リクエストの情報を紐付けるのが、効率がいいという背景があります。で、これは、スプリングフレームワークで、トランザクションを扱う箇所のソースコードなんですけど、ご覧の通り、トランザクションのあらゆる情報っていうのが、スレッドローカル上に保存されています。ですが、先ほど説明した通り、コルーチンは、ディスパッチャーズによって、処理の実行スレッドを気軽に切り替えることができます。ですので、スレッドローカルにトランザクションの情報を保持すると、スレッド切り替えによって、それを見失う可能性があります。ので、スレッドローカルではなく、自前で、管理することを考える必要が出てきます。ここで、スレッドを管理するオブジェクトを、スレッドローカルではなく、コルーチンコンテキストに入れて管理することを考えてみます。私たちのチームでは Juke を使っているので、ちょっと今回 Juke でのトランザクション管理について初めに説明します。Juke では、DSL コンテキストというオブジェクトに対して、SQL をに、エグゼキュートメソッドが生えていて、そこから、SQL を実行します。で、また、DSL コンテキストからは、トランザクションコルーチンというメソッドが生えており、引数のラムダから取得できる新たな、DSL コンテキスト、config.dss ですね、を介して実行される SQL に対して、トランザクションが適用されるというふうな仕様になっています。そして、このラムダ内で、例外が投げられれば、これらのインサート実行は、ロールバックされて、そうでなければコミットされるというふうな流れになっています。つまり、トランザクションを開始した箇所から実際にこうクエリーを実行するところまで DSL コンテキストのオブジェクトを持ち回す必要があります。例えば、よくある、アーキテクチャなんですけど、ユースケースクラス、サービスクラスで、リポジトリインプルクラスがあるっていうふうなときに、ユースケースクラスでもし、トランザクションを開始した場合は、そのトランザクションを開始した、DSL コンテキストオブジェクトを、ユースケースからサービスに渡して、でサービスからリポジトリに渡してっていうふうな、バケツリレーを行う必要が出てきます。ということで、DSL コンテキストのオブジェクトをコルーチンコンテキストで管理することで、トランザクション管理を楽にしていきます。まずはじめに DSL コンテキストを保持するコルーチンコンテキスト上の部分ですねを、用意します。
次に、そのコルーチンコンテキストをウィズコンテキストに渡すヘルパーであるトランザクションマネージャーを用意しておきます。で、トランザクションマネージャーには DSL コンテキストを渡した状態で初期化し、エグゼキュートメソッドはトランザクション前に用意した DSL コンテキストを含んだコンテキスト上で与えられたブロックを実行するようにします。で、最後に、リポジトリ内でコルーチンコンテキスト内に、DSL コンテキストが存在する。つまりトランザクションが貼られた状態であればそのオブジェクト。なければリポジトリにプロパティとして、初期化時に渡された GSL コンテキストを使って、トランザクションがない状態でクエリを実行しますと。で、利用例としてはユースケースやサービスなどで先ほど作成したトランザクションマネージャーを使って、トランザクションを帰化したい範囲をラップすることで失敗時にはロールバック、成功時にはコミットさせることができます。で、実際に僕たちのチームではこの方法でトランザクションを管理しているのですが、まあ、先ほどのようなバケツリレーをしなくてよくなってコードの見通しがよくなったなというふうに感じています。で、次の利用方法についてなんですが、ユーザー情報の管理が考えられます。とサーバーサイドアプリなんですけど、まあ、ユーザーからのリクエストに関して、リクエストの最初から最後まで保持したいコンテキスト変数っていうのが存在します。まあ、例えば、マルチテナントSaaSにおけるテナント ID などですね。で、こちらも、通常であればリクエストを受け付けたタイミングで、まあ、セッションやジョットといったものからユーザーに関する情報を抜いてきて、で、それをメソッドの引数としてバケツリレーしていく必要があります。で、結果としてほぼ全てのメソッドにユーザー情報に関する引数を追加する必要が出てきます。ということで、このユーザー情報を、コルーチンコンテキストに入れてコンテキスト変数として扱うことを考えます。まあ、先ほどと同様に、ユーザー情報を保持するコルーチンコンテキストを用意しておき、ユーザーリクエストの入り口でウィズコンテキストにユーザー情報を渡します。で、こうすることによって、このテキスト内ではこのコンテキスト内では、全ての場所から、この情報を参照できるようになるため、引数に持たす必要がなくなって、コードがすっきりしますと。ここまで、コルーチンコンテキストと、まあ、ウィズコンテキストで、コンテキスト変数を扱う方法や利用例をいくつか紹介してきたんですが、まあ、考え方はこう思ってるかもしれません。なんかこれってコンテキストパラメータの方がいいんじゃないのっていうことを思ってるかもしれません。で、コンテキストパラメータが何かっていう話なんですけど、これは、ウィズメソッドの引数に与えられたオブジェクトをそのラムダ内で呼び出した関数の内部でも使えるようにするという機能で、まあ、主にコンテキスト変数を扱うための機能です。で、こちらはコトリン 2.1 より導入される予定で、現在はエクスペリメンタルな機能として提供されています。また、もともとコンテキストレシーバーという名前で導入予定でしたが、いくつかの機能を追加した上で、コンテキストパラメータという名前として、導入されることになるそうです。コード例を紹介します。コンテキストパラメータは、この上の関数のように、コンテキスト、キーワードを追加することで利用できるようになります。で、このコンテキストキーワードがついた関数は、コンテキストの中のオブジェクトを、そのメソッド内で参照できるようになります。で、ここでは、ユーザーインフォの中のテナント ID を参照できるようになっています。また、コンテキストパラメータを持つ、関数を呼び出す際には、呼び出し側も同様のコンテキストの変形を持つか、Wiz で、関数呼び出しをラップする必要があります。で、このように、コンテキストパラメータを用いることで、まあ、コンパイル時に検査できる形で、コンテキスト変数を利用できるようになります。まあ、ここで、じゃあこのコンテキストパラメータは、まあ、先ほど紹介したコルーチンコンテキストを利用する方法に比べて、まあ、どのようなメリット、デメリットがあるかについてちょっと考察していきたいと思います。まず大きなメリットとして、コンパイル時にコンテキストの検査がなされるという点が挙げられます。で、コルーチンコンテキストはコンパイル時に検査されないので、まあ、実行時にコンテキスト、変数の存在を確認する必要があり、場合によっては、まあ、ノンヌルアサーションを使う必要があったりします。で、一方で、コンテキストパラメータは先ほどの通りコンパイル時に検査されるので安心して利用できます。また、コンテキストパラメータには、コルーチンを利用していないサスペンドでない関数に対しても使えるという利点があります。コルーチンコンテキストは あくまでサスペンド関数内で利用できる要素なので、サスペンド関数でない関数に対しては使えないというデメリットがあります。一方で、コンテキストパラメータは現時点でエクスペリメンタルな、仕様であるため、まあ、今後仕様が変わるですとか、まあ、ライブラリーとかの、フレームワークのサポートが不十分というふうなデメリットが現時点ではあります。では、これを踏まえてどういう時にコルーチンコンテキストを使って、あるいはどういう時にコンテキストレシーバーを使うべきかについてちょっと軽く考えていきます。
まず、ユーザー情報の管理に関しては、コンテキストレシーバーが良さそうです。なぜかというと、ユーザー情報はほぼ全てのメソッドにおいて必要になってくる上に、SQL の実行などで必ず必要になるので、コンパイル時に存在を保証してあげたいです。で一方で、トランザクションの管理に、まあ現時点では、コルーチンコンテキストが良さそうだなっていうふうに感じています。まず、SQL 実行にトランザクションが必要かどうかっていうのは、実行時のコンテキストによって変わってくるため、コンパイル時に保証するコンテキストレシーバーの利点は不要になります。また、僕たちのチームでは、トランザクション管理を Spring AOP で扱うようにしているので、現時点でコンテキストレシーバーを使うことができない、サポートされていないという理由があります。ちょっとまとめはこんな感じです。with コンテキストは、コルーチンコンテキストを切り替えるメソッドでした。で、独自のコルーチンコンテキストを定義することでコンテキスト変数を扱う方法を紹介しました。また、コンテキストパラメータっていうのが入ってくるんですけど、住み分けができるのではないかなっていうふうに考えています。これらが入ってくるコトリン 2.1 が楽しみですね。ご清聴ありがとうございました。